方は。あ、それ。ちょっとそのうるさい方も聞いて、整理をしながら。コメントはこっちに載るか。はい、こちらに来ます、はい。で、ちょっと更新してほしいんですけど、途中で、はい、多分更新。あのコインを入れたら更新しなくていいんですけど、コインが入らなかった場合30分とか更新しないといけないんです、はい、なんかここに表示が出るので、はい、削除する、保存するって言ってるので保存するを押していただいたら保存この画面に出るので、はい、ライブ開始と押すと表示が出ます、はい、ゲームの側から追加する配信になるので OK を押すと保存でここにライブが出るのでライブ開始します。はい、はい、残り40秒です。はい、お願いします。ちゃんと来た方がいい。メールはどちら？あ、メールですか。あと20秒です。メール、メールのアドレス、あ、メールのアドレス、そちらにありがとうございます。あと5秒です。はい、はい、どうもー、はい、どうもー、いやー、始まりました FEC チューンだー、よっしゃー、はい、ここからですね、ガンガン盛り上げていきましょう、いらっしゃい、はい、今週のですね、オープニング漫才のテーマは、うん、始まりというわけで、始まりについて話しましょうか。いや、やりましょう、やりましょう。いや、まあ、はい、そうだね、うん。始まりといえば、ケイちゃん、自分が生まれてきた時のこと覚えてる？いや、覚えてないけど、うん、なんでまた生まれて時のことだばい。いきなり極端すぎない？いやいや、俺のね、知り合いで生まれてきた時のこと覚えてる人がいたわけさ、うん、そうそう、だからなんか生まれてきた時に暗いところから急に明るいところに出てきたっていうのを覚えてたみたいよ、うん、それお母さんのお腹の中から出てきた時のこと覚えてるんじゃない、うん、すごいなそいつな。まあなんか川端康成の小説雪国みたいだよね。は？小説？うん、雪国では、うん、トンネルを抜けるとそこは雪国だったの文章から始まるけど、うん、この人の場合は、うん、トンネルを抜けるとそこは分娩室だった、だからね。いやいや、例え下手くそすぎるでしょ。あと長すぎる、言葉長すぎ、小説とかだ、何だ場合、一緒にするな。ちなみにもちろんこの人の小説のタイトルは分娩、うん、いや気持ち悪さよ、や誰も読む気しないよ、や。いやでも俺生まれてきた時の記憶全然ないわけさ。まあそれはお前が頭悪いからに。何言ってるばや、うん、悪いのは頭じゃなくて顔だよ。自分で言うなよ。顔って自分で言っちゃダメやんにゃ。まあそれに控え、ケイちゃんは頭は悪いけど顔がいいから羨ましいよね。いや褒めてるばや、それけなしてればどっちだばお前。いやでもケイちゃん羨ましいよ。何何、いやこいつこの前のバレンタインデーで、うん、FEC のファンの方からチョコレートもらったんですよ。あー、なんかお前が預かってくれてたやつでしょ。でもお前ももらったんでしょそれ。まあもらったよ、うん、でもファンの方が来て、キイチさんにチョコレートですって金秀で売ってる安物のチョコくれたんですよ。安物って言うなよお前、ありがたいだろや、めちゃくちゃ。でキイチに渡した後、これはケイちゃんに渡してくださいって別の袋渡されたわけさ、うん、別の袋、ああ、うん、そうなんだ、うん、それでそのケイちゃんに渡す前に、うん、中身なんかなって勝手に見たわけさ。いや人の勝手に見るねや、俺にくれたんでしょ。そしたら中身何が入ってたと思う、うん、さっき言ってた金秀のチョコじゃないばお前。違うわや、ゴディバド、ゴディバーや。いや俺には金秀の安物で、やケイちゃんにはゴディバのチョコどうや。同じコンビなのにひどいだろうや。いやまあそれはなんつうかほらもう、うん、持って生まれた才能の違いというかもう顔というかね。見すぎだろ。でもえちょっと待って、うん、お前から渡されたチョコって、うん、俺もらったさ、うん、
え、それ金秀のチョコだったけど、お前。あー、もちろん、ゴディバのチョコは俺が食べてやったよ。当たり前だろ。いや、金秀でチョコもらえただけでもありがたいと思えや。っていうかやよ、人の勝手に食うなや。なんでや、ヤガゴディバ食って俺金秀のチョコ食ってるばや。というわけで、もういいよ。ありがとうございました。ちょっと待てや。勝手に終わらせなや。しかも終わらし方下手すぎるだろ。あとや、今日、始まりっていうテーマだったのに全然違うだろや。いい加減にしろ。ありがとうございました。ありがとうございます。いい感じですね。はい、どうも、はいはい、始まりましたよ。改めました。やったー。いやー、いいね。初というか、はい、あの、まあ、今日がね、うん、初めての放送になるんですけども、大平スタイルで、大平スタイルの、はい、まあ、オープニング漫才をやらさせていただいたんですけども、うんうん、やらさせていただきました。まあ、あれだね、恥ずかしいな。何が。今回はちょっとギャラリーがいてね、うん、FEC の芸人やマネージャー数人がいて、ね、結構ね、ギャラリーから見てくださってるんでね、はいはい、後輩芸人だったりとか、まあ、同期だったり、この眼差しが素晴らしいよね。この尊敬するような眼差しかと思いきやニヤニヤしてるから、本当にニヤニヤして見てるから、本当に恥ずかしかった。なんか舞台に立つより恥ずかしかった。そうなの、うん、あ、嘘。なんか楽しかったけどね。なんか横でチラッてお前の顔見たら、お前めっちゃ真面目な顔してるし。いやいや、ま、真面目だし。もっと楽しく行こうよ。楽しくあ、まずは自己紹介しましょうよ。自己紹介しましょう、自己紹介しましょう、はい、僕らのことね、はいはい、もう分からない人がいっぱいいると思うんで、ね、まあ中にはね、はい、はいはい、じゃあ自己紹介をしたいと思います。はい、はい、僕ら二人はですね、コンビでやっております演芸集団 FEC 所属のですね、浦添市大平出身のコンビ、大平スタイルと言います。イエーイ、大平スタイルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、それそれ、はい、FEC 春道火曜日担当です。いや、はい、大平スタイル、ぜひ、はい、名前、コンビ名。コンビ名で。はい、覚えていただけたらなと。覚えてください。はい、もう、宜野湾にもね、進出ですよ。はい。大平でとどまらないですよ、僕らは。いずれはワールドワイドですからね。ワールドワイド目指してんだ。行きましょう、エジプト。なんでエジプトだわ。いや、やっぱり、まずは。限定しなくていいです。アフリカ大陸行くからね。ワールドワイドでしょ。ワールドワイド、ワールドワイド。もっと、もっとね、世界にね。もっと世界に目を向けようかな。目を向けましょう。じゃあ、ガラパガス諸島に行こうかな。さっきからちょっと怖すぎるだろ。怖かな。そうでもないんじゃない。ちょっと怖すぎるでしょう。いやいやいや、人口いっぱいいるよ、あっちも。はい。そしてですね、あの、僕が、はい、はい、ツッコミ担当させていただいてます、はいはい、大平スタイルのケイちゃんと言います。よろしくお願いします。よ、ケイちゃん、よ、ケイちゃん、よ、ケイちゃん。さあ、皆さん10万回言いましょう。よ、ケイちゃん、よ、ケイちゃん、よ、ケイちゃん。10万回言ってる間にラジオ終わっちゃう。終わっちゃうね。終わっちゃうね。終わっちゃいますよ、皆さん。なので言わないでいいですからね。というわけで、その隣にいる、はい、そのケイちゃんと相方を組んでます、大平スタイルのボケ担当、キイチです。よろしくお願いします。キイチ、キイチ、キイチ。自分で自分を盛り上げる。盛り上げますよ。これあと5時間やって行ってくださいね、皆さん。盛り上げてもらいます。言わないよ。結構夜中だね。結構夜中だね。5時間やっちゃった。結構疲れちゃうってことね。疲れちゃいますよ。ありがとうございます。はい、じゃあここから始まるわけですけれども、はいはい、まあ FEC チューンド、うん、FEC チューンド、はい、そして火曜日担当の僕ら大平スタイル、はい、チューズデースタイルのチューズデースタイル、イエーイエー、チューズデー、チューズデースタイル。まあまんまですけどね。いや、まあ、何のひねりもなく火曜日だからね。でもかっこいいさ。大平スタイルのチューズでスタイル、イン踏んでるもん。はい、そしてですね、ラッパーもびっくりだ、はい、まずは今日の、はいはい、ラジオいろいろ企画やっていきましょうよ。始めるにあたってね、始めるにあたってやっぱ目次みたいなもんですよ。紹介しましょう、ちゃんと。紹介していきますか。何をすんのかねーって、はい、あ、じゃあ紹介します。あ、僕言っちゃっていいですか。あ、いいっすよ、いいっすか。あ、いいっすよ、いいっすよ。この後ですね、はい、キイチに対してね、まあ、はい、みんなで褒めちぎるっていうコーナーをやっていこうかなと思うんですけど。やらないよ、やらないよ。ひたすらキイチを褒めるっていう。嫌だよ。一方通行でどんどんお客さん離れていってる。離れていっちゃう。あ、すいません、やっぱり。あ、そしてですね、はい、今日なんかあのツイキャスとかツイキャス、はい、コメントが、コメントいただいてますね。はい、かなりありがとうございます。キイチさんって、キイチさん、はい、ケイちゃんさん、ケイちゃんさん、ガラパゴス、それ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 、いいんですか、やらなくて。それそれ、ますます、はい、皆さん、キイチですよ。FEC チューンド火曜日の、大平スタイルのチューズデースタイルへようこそ。メンソーレ、あ、それそれ、決まりました。ありがとうございます。まあ、キイチのウェルカムギャグですよね。ウェルカムギャグですよ。全然浸透しないウェルカムギャグですよ。いや、もうこれもう本当日本全土揺るがすから。そのうち揺るがす、揺るがす。そのうちって、沖縄の方言でメンソーレってね、はい、あるじゃないですかね。はあ、このようこそって意味を、はい、こ、ギャグに、ちょっと、はあ、コメディチックに、はあ、あれですね、メンソーレ、それそれ、決まりました。ちょっと
あの緊張してますね。緊張してないよ。全然緊張してないよ。俺全然緊張してないよ。わざとらしいよね。わざとらしいね。緊張してますね。いやでもちょっと緊張しつつも、はい、で、あ、で、で、で、まあ、コーナーちゃんと紹介しましょうね。紹介しましょう。はい。はい、今こうやってオープニングさせていただいて、この後コーナーが3つあります。はいはい、3つあります、はい。はい。次のコーナーがですね、はい、キイチのギャグキングへの道。ギャグキングへの道。ギャグキングへの道。はい。これ僕があの一発ギャグやります、はい、そしてケイちゃんに突っ込んでもらいます。シンプルに言うとね、あ、俺突っ込むんだ。突っ込んでもらいます。はい、はいはい、でそこでね、はい、どうなるかっていうのも、あ、まあ滑った状態でも、まあ、キイチがいろいろリアクションとか、ね、リアクションを起こしていく、負けないみたいな、まあ、これあれですよね、滑る前提の企画ってことですよね。まあ滑る前提にしとこう。やっぱハードルは低い方がいいでしょ。自分で下げるな。ハードルはフラット。ギャグキングへの道、ハードルバリアフリーでいこうよ。ギャグキング狙ってるか本当に。狙ってる狙ってる。もうずーっと平坦な道をただひたすら進んでって、気づいたらキングになるから。いらない。山もいらないっす。はい、その後はですね。はい、その後はですね、はい、大平さんのツッコミ研究所。はい、ツッコミ研究所。大平さんのツッコミ研究所ということでね。ケイちゃんのね。めっちゃ噛んだな、噛んだ。いやいや、なんか詰まった。ごまかそうとしたけどね。ツバメが飛んできよった。はい。まあ、こちらはね、またタイトル始まった時にいろいろ説明させていただきたいんですけども、あ、ね、はい、まあ、でもこの大平さんのツッコミ研究所の中身は説明しますが、はい、まあ、あるシチュエーションを、はい、あの僕とケイちゃんで演じて、はい、そこでケイちゃんがツッコむと、はい、え、何え、どういうこと。今このツイキャスのコメントで大平スタイル大好き、はい、ハートで、 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいな、パチパチ、はい、それそれとか、まあ、滑る前提の企画わらわらってきてます、ね、滑る前提の企画わらわら。ツバメ笑ってきてます。あ、ツバメ笑、ありがとうございます。そうですよ、もう。いや、でもね、たくさんの方に聞いていただいてるみたいで、いありがとうございます。ここから1時間ね、はい、はい、皆さんぜひぜひ頑張っていきましょう。はい、お付き合いください。はい、はい、よろしくお願いします。で、あ、ツッコミ研究所の方ですね、はい、まあ、シチュエーションを2人で、はい、行って、まあ、僕がボケて、はい、もうケイちゃんの本当に台本なしで突っ込んでもらいます。あ、後で後ほど説明しますので、コーナーの時にね、コーナーの時に、はい、じゃあ、では行きましょう、はい、で、その後は、はい、その3番目の企画、最後の企画ですね。大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。僕進めます。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大平青年会恋愛相談係。はい、まあ、もう単純ですよね。大平スタイルが恋愛の相談に乗りますと。乗ります。はい。もう、もしくは、もう恋愛の相談がなかった場合は、うん、キイチが勝手に恋愛論を語りますと。語ります。はい。まあまあ、よくある男女の問題やら、恋愛関係の、はい、悩みなどを一つ拾ってきて、はい、僕なりに答えますよ、まあ、僕が導いてあげますよ、はい、人々の悩みをね。まあ、キイチが主に答えてくれる、うん、ということなんですよね。主に答えましょう。ぜひぜひ皆さん、はい、ちなみにこの大平青年会の青の字は、はい、青年会の青の字は、はい、米辺に青と書いて青、はい、と読みますので、はい、え、大丈夫ですか。そうなんですね。これちょっともう大人な時間帯ですね、はい、まあ、大人な、まあ、僕ら30代ですから、ね、まあ、生物学的用語で言うと、はい、受精の性ですので覚えていてください、ね、やめれや、生物学的用語だもん。生々すぎる。生物の教科書出てるよ、受精。大丈夫、大丈夫。では、まあ、各コーナーによって、ね、はい、いろいろメッセージ等も募集してますので、募集してます、はい、メールアドレスがですね、はい、はい、はい、お願い、言います、はい、読まさせてください。はい、はい、じゃあ、いいですよ、メール募集してますよ。はい、メールアドレス797、数字で797、はい、アットマーク、fmginowan.com ですね。すべて小文字で、はい、fmginowan.com、fmginowan.com まで、お寄せください。はい、どしどしお待ちしております。はい、じゃあね、結構オープニングで喋りすぎちゃったね。喋りすぎちゃいましたね。早速曲いきましょうか、一回。あ、曲いきましょうか。いきましょう、いきましょう。じゃあ曲紹介お願いします。任せろ。はい、それではこの曲にいきましょう。はい、フィンガーファイブで学園天国です。どうぞ。映像は映る感じ。映像も映ってますし、ツイキャスとユーストリームの声も入ってます、ここ。あ、ここで声入ってます。今入ってるんで、はい。あ、はい。やばい。今曲流れてるぞ。皆さん聞いてますか。こうっすよね。あ、このカメラか。あ、ありがたい。流れてますよ。コメントがいっぱい来てるんで、コメントも紹介しながら。あ、学園天国って来てますね。あ、やっ、恋愛相談楽しそうって、やっぱり、でも、この辺に青です、はい、あ、大広青年会でがっつり書いてるわ、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、大人の時間帯ですからね、受精のせいで覚えてくださいね。やっほーって、はい、あ、
ケイちゃん進行しないでお願いします。黙れお前。いいじゃないですか、いいじゃないですか。これはそういうわけで、あ、これはいただいた方の名前も言っていいんですか。あ、全然、愛知県のユーミンさんさ、そういう感じで、じゃあ愛知県のユーミンさん、ユーミンさんまた、あ、ここにもメール、あ、コメントいただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。黒紫さんもね、性別のせいじゃないのね、わらっとね。はい、ありがとうございます。自由かまうささん、かまうさん、受精のせいってどんだけ、こんだけ受精のせいがこんだけ。うるせえなお前、相変わらずうるさいね。アンパンマンの顔のサイズと一緒だよ。実写版が分かんないっていうね。死にでかいなんですよ、こんぐらい。アンパンマンだよって、実はあいつ身長5メートルあるっていう。一応こういうことに関して僕一切突っ込まない。突っ込めよ。アンパンマンナチュラルで5メートルあるっていうからね、ほんとに。じゃあまあね、早速コーナー。わさび翔平、ヘッドホンのずらし方に腐って。腐って何なの。腐って何なの。なんでこれ、フラワー、わらってことですか。わらですよ、わら。わら、え、腐って書いてるよ。いや、腐って、わら。わら、腐って、草、草、草。ネット用語ですよ、ネット用語。ネット用語、ネット用語、はい。あ、これわらって言うんだ。おー、大喜利スタイルだって。ひふみさん、こんにちは。大喜利スタイルでございます。あと10秒です。はい、はい、はい。もう今日、はい、お送りしました曲はフィンガーハイブで学園天国でした。いや、めっちゃ噛んでる。噛んでた？噛んでた？めっちゃ噛んでる。噛んでないよ俺。ノーノー、アイムノーノー噛むよ。お前フィンガーファイブさんに失礼だからね、お前。え、なんで、フィンガーファイブ。お前フィンガーファイブって言わない。フィンガーファイブさんって言わない。最低だ。フィンガーファイブさんって言ってないよ俺。これ録音してるから後で聞き直すからね。言ってたら俺謝るわ。謝るわ。謝るわじゃない。すいませんでした、フィンガーファイブさん。はい、じゃあ。それでは早速コーナー行きましょうか。行きましょう行きましょう。はい、ではタイトルコールお願いします。はい、キイチのギャグキングへの道。イエーイ。あらしょあらしょ。まあキイチのね、ギャグキングへの道ということで、まあ、そうですね、先ほども説明したんですけれども、うん、はい、まあキイチが一発ギャグをして、一発ギャグやりますよ。まあ僕が突っ込むと。はいはい、もうキイチがね、どん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 一発ギャグのスキルを上げていくっていう、上げていくっていうコーナーですよね。まあもちろんね、はい、あのリスナーの皆さんからの反応も、はい、反応もいただけたらなと思いますので、辛口辛口採点、本当にメッセージいっぱい来てるんですよ。もうメンソーレそれそれって来てますね。そうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。キイチさん頑張れって来てますよ。フィンガーファイブ大草原、大草原。もう笑いすぎて、わらがたくさんだな。わらわら噛んでるって来てるさ、もうみんな、しっかり噛んでるって。みんな来てますよ。わらあてふん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 なんだわお前。笑ってふんふんしましょう。でももう今日この時間を楽しみにしてきましたと。ありがとうございます。ありがとうございます。さえさん、ありがとうございます。こんな方にね、聞いてもらえるということで、じゃあ、あやろさん、メンソレそれそれって、ありがとうございます。知り合いです。めっちゃ反応するな。知り合いでした。いやいや、でもありがとうございます。ありがたいです、ありがたいです。聞いていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。変わる。というわけで、まあ、このキイチの逆キングの道は、はい、2週間に1回の放送予定ですね。はいはい、毎週だと、うん、本当に枯渇する。俺の体中の体液が蒸発しちゃう。急にミイラになっちゃうから。お前、夜の放送だからって言いたい放題じゃない。いや、言いたい放題じゃないの。体中の体液って別に OK でしょ。いやいやいや、涙とか。いやいや、そんな別に求めないでいいけど。つらいよお前、本当に。ツイキャス見てる人もう失笑しかしないよ。失笑。見られたら。やめろやめろ。じゃあ行きましょうよ、早速。はい、行きましょう行きましょう。せっかくコーナー設けてるんですから。はい、今週一発目のね、ギャグですね。はい。もうつい最近ですよ。はい。最近降りてきました。あ、降りてきたんですね。神はやっぱいますわ。神います？ゴッド降ります。いますか。え、じゃあ神が降りてきたやつをお願いします。ちょ、もうね、このテーマについては長年ずっと考えてたんですよ。長いな、お前。前振り長くない？いや、でも長年考えてたけど、やっと合点、うん、もううまく噛み合ったから、俺もう本当に心底嬉しい。一応これさ、あの、はい、キイチが一発ギャグ言った後に俺突っ込むって言ってるんだけど、はい、あの、うん、もう全然まんま感想とかでもいい？あ、感想でもいいよ。感想でもいいよ。あの、プラスマイナスでもいいし、いい方なのか悪い方なのか。まあ、なるべくポジティブでお願いします。じゃあ行きましょう。よよ、なるべくポジティブチェッケン。というわけで、行きましょう。キイチのギャグ。はい、あがー、デジ痛い、デジ痛い、あいやー、
痛い痛いの引きこもれおるるるどうでしょう3点。引きこもったんだよ痛い痛いの引きこもったんだよあの全然引きこもったー違う違う、全然伝わらないわ。え伝わらない。え、なんなのそれ、それどういう時に使おうと思ってんの。痛い人がいるとするじゃん、転んだりして怪我したら、うんうん、はいはい、痛い痛いの、うん、引きこもれーって言うんですよ。そしたらされた人は、引きこもったーってやる。いや、痛いから。された人も乗らないといけないっていう。二人で火傷する、一番嫌なギャグやし。俺も本当に最高だと思う。見てきますよ。3点、2点ってきてます。あ、これあれ3点満点なんですよね。違うよ。ありやす。100点満点だよ。100点満点なの？これ5点満点でしょ、普通。違うよ。じゃあ100点満点で何点ですか？痛い痛いの、引きこもれ！引きこもった！はい、いかがでしょう。いや、お前には折れるという言葉がないのかな。体に引きこもる痛みです。なんで、はい、なんで2点とかっていっぱい、うん、あのコメントいただいたものをお前はどんどん頑張って出すわ。それはね、僕が満足してるからね。満足してる、はい、言うだけで満足。すごく気持ちがいい。すがすがしい。あれでもこういいですね、はい、反応直で来るんで、ね、直で来るっていいですね。直で来ますね。直で来るっていいです、はい、つまり体に残る痛みとか。そうですよ、体に残るためですよ。笑ってきてますよ。キーチ落ち着いてってきますよ。落ち着いて笑。あ、ありがとうございます。あ、ユミナアッコさん、ありがとうございます。いや、読んでいいからね。ちょっと戻ったね。ちょっとキーチに戻ったね。あ、もう戻ってきた。あ、でもキーチさんらしいヒューマンリズム、あ、らしい。ありがとうございます。はい。これぞキーチ。 This is キーチ。チェケ。なんすか、このチェケラしろ。この例えば、はい、ギャグって、はい、あのリスナーさんからお題とかもらってもいけるって感じですか、うん、あ、お題もらってもいけますよ、全然。あ、もらいましょう。すげえ、すでになんかキングの風格を出してたね、今の。いや、もうキングなんで。本当なんだ、すげえな。もう裸の王様なんで。あ、そうなんだ。はいはい。あ、じゃあぜひね、ノーウェアの王様なんで。先ほど言ったメールアドレス。あ、そうですね。まあ、ツイキャスの、あのコメント欄、コメントの方にも欄などにあの送ってくれましたら。アドバイスですね。リクエスト、はい、リクエストキーさんにやっていただきたい。まあ、これお題というかね、お題です、ね、はい、何かお題がいただけたら、まあ、キーチがまた考えてきます。このギャグキングへの道の時に、うん、まあ、出すという。出させて。ああ、いいじゃないですか。てか、こんなに聞いていただいてるなんて本当にありがたいわ。皆さんありがとう。本当にありがとうね。メッソーレ、それそれ。痛い痛いの、引きこもれ。ああ、はい、ね、引きこもりましたよ。ということでね、はい、曲行きましょうか。行きましょうか。はい、じゃあ以上ね、キーチのギャグキングへの道でした。はい、ありがとうございました。はい、それでは曲行きましょうか。はい、はい、ではお送りします曲はフローでメロスです。どうぞ。噛んでるかな。ん？噛んでた？お送りします東京は。喉につばめが入ったんですよ。天丼マン見たいって、天丼マン見たい。今もうすでに6本してるから。あ、よし。巻きで。巻き。まあまあ楽しくやれば。楽しくなる。そこまで。あ、じゃあ酸っぱい砂糖で一つってきてますよ。酸っぱい砂糖ですね。翔平すげえな。聞いてる数はクーター進化の3分の1ぐらいって。あ、そうなんだ。いいんですよね、大平はこんな感じで。そうですよ、今から大平はこんな感じでやっていくんで。あ、もう人数もちゃんと出るんですね。でも今から、はい、あ、でもありがたいっすね。でもこんだけ聞いていただいてるんですよ。全然こんだけ聞いていただいてありがたいっすよ、本当に。その3分の1にお前も入ってんだよ、わさび翔平。めっちゃ言うな。まあなんだかんだでわさび翔平キーチ好きだから、ね、ありがとうございます。翔ちゃんありがとうね。翔ちゃんありがとうね。ユミさん呼んだ行こうぜって、ありがとうございます。ユミさん本当にね、あ、やっと戻ってきたね、おかえりって。あ、ただいまです。帰ってましたよ。ありがたいっすね。翔天でちっちゃ、少な、少な点。キーチさんが満足してると見てる方も楽しいです。あ、あ、そう言っていただけると僕も満足ですよ。 あ、楽しい、キーちゃん好きって翔平言っちゃいましたよ。翔平ちょっと他の人たち のコメントスペースがあるからちょっとやめてもらえる。見てくれてるのに。見てくれてるのに、ありがとうございます。え、FM 技能はこの時間は寝る、わら。ひふみさん、いやいやいや、来ましょう。聞いてください、聞いてください。じゃあ、あのひふみさんのリクエストで酸っぱい砂糖をちょっと次回お楽しみに。おお、はい、作ってきてくれるんですか。酸っぱい砂糖でなんかもう限定されてますけどね、いろいろ。なんか味だろうがなんだろうが。まあ行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、素晴らしい。いや、でも楽しいですね。跳ねるって、え、そんなに
ありがとうございます。この時間に跳ねるんですか。あ、この時間跳ねるって言ってるんですよ。ああ寝るんじゃなくて寝るんじゃない寝るんじゃないすいませんでした。失礼しました。いやいや、なんかね、賞味の話で寝るって言われたらどうしようって思った。そうですね。跳ねるってもう盛り上がってるってことです。 ありがとうございます。ありがとうございます。 FM ギノワンさん、やっぱこの時間帯盛り上がりますよね。しかもこの時間やってる FEC の皆さんのこの帯枠がまた盛り上がりますよね。ありがとうございます。 FEC チューンド、ありがとうございます。よろしくお願いします。これからね、もう1週間、はい、本当に若手が盛り上げていきますので、盛り上げていきますよ。ぜひぜひ皆さん聞いてください。よろしくお願いします。あなたの今までの平凡な毎日が変わる、平凡な平日がね、もう楽しい平日に変わりますんで、はい、この11時からの時間帯楽しいって来てますよ、ユアピックさん。ありがとうございます。メッセージ送れない、ラジオ楽しいから。あ、なるほど。楽しくて手につかないってやつかな。言うね、言うよね。あざます。ユアピックさんだけ言うよね。いや、だけに全然かかってないんだよ。かかってないですか。ありがとうございます。あ、お盆休み、はい、沖縄帰りますよって言ってますね。ほうほう。 あ、8月の劇場、あ、ぜひ見に来てください。あ、はい、はい。お、メールも来てるんで、来れば。あ、ありがとうございます。こちらに変わるんで、はい、あ、はい、こっちですね、こっち、はい、とこっちで、まあ、次読みましょうかね、メッセージ来てるんで。はい、番組明けとかに、はい、番組明けに、あ、CM 明けに、はい、はい、あ、CM 明けですね、CM 明けに、はい、読みましょう。言うよねってこんだけ。お、大平スタイルを見るためにアプリをインストールしてみた。ホークさん、ありがとうございます。あ、そうなんですか。ありがとうございます。ツイキャス、ありがとうございます。来週起きれないですよね。お疲れ様です。お疲れ様です。ひよみさん、お盆休みは沖縄帰りますと。8月のお笑い劇場、ぜひ見に来てください。ぜひぜひ、はい、もうあの僕も一緒にね、あの銭湯の霊と一緒に連れてってください。あのフォークさん、本当にありがとうございます。アプリ、はい、あと1分ですね。はい、はい、今日はたまたまです。ごっくんちょ、ごっくんちょ。じゃんじゃんブルブル、じゃんじゃんブルブルってやつ、ね。アプリインストールしましたって。めっちゃメッセージ来てくれますね。ありがとうございます。ありがとうございます。僕らのためにアプリインストールしてくれてるんですよ。本当に、綾野さん、ありがとうございます。いや、有田さん入ってますか。入ってますね。入ってます。ありがとうございます。アプリインストールしましたって。あ、すげえ。うちの方が一個のモノマネはうまいですわね。あ、僕一個さんのモノマネしてないですよ。僕結構さんっていう人のモノマネですよ。誰よ、結構さん。結構よく言うくらいの人。結構さん。誰だわ。どうも結構です。こんだけ。はい。あと20秒です。はい。夢中になりすぎだよ、ね。こんだけ結構です。あ、結構です。断ってばっかっていうね。じゃあ、翔さん。5秒です。はい。ジングルか入ります。はい、はい、というわけで始まりましたよ。始まってますよ。もう第1日目ですよ、記念すべき。初めてだからタイミング全然2人とも合ってなかった、ね、そうですね。お互いあのお見合いしてました。そうそうそう。あ、どうぞ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 。いるもん、ダチョウ倶楽部さんがここに。現像が 3D でアバターがいますよ、ダチョウ倶楽部さん。はい、それではですね、この時間はですね、はい、はい、この時間もコーナーをコーナーをやっていきたいと思います。大平スタイルのツッコミ研究所、ツッコミ研究所。はい、はい、このコーナーは、はい、日常で起こるシチュエーションをですね、はい、まあ、リスナーさんの方から募集をして、はい、まあ、またキイチがですね、はい、勝手にシチュエーションを持ってきて、まあ、大平スタイルの2人でそのシチュエーションを演じようという、はい、そうです。まあ、ちょっと分かりにくいんですけれども、はい、あの今の説明だと、はい、まあ、簡単な話がリスナーさんからお題をいただいて、はい、それで漫才するっていう話ですね。まあ、そのシチュエーションの、まあ、コントに近いのか、漫才コントというみたいな、そのシチュエーションで、まあ、漫才をしようっていう、はい、で今日募集する、はいはい、危ねえ噛みそうだったわ、うん、募集する、うん、あのお題はですね、うん、来週、そうです、来 週, 来週僕が考えてきますので、はい、あのケイちゃんに僕がもう、はい、無造作にボケをします、この、はい、お題をいただいたシチュエーションでボケを並べてきますので、はい、ケイちゃんはもうこの、どんどんっていう、ね、台本見たの見てると見せかけて、はい、何も書かれてないんですよ、はい、ツッコミのところは、はい、もうケイちゃんが自由に突っ込んでいただきます。はい、はい、そしてそのツッコミに対して後で二人でこうだったんじゃないかって言い合うっていう、はい、シンプルな計画、シンプルな、ね、コーナーでございますよ。はい、はい、で今回は僕があのシチュエーション持ってきました。まあ、ファーストフードでの接客というシチュエーションですね。はい、ファーストフードで僕がファーストフードの店員さんで、はい、まあ、ケイちゃんお客さんという
役でやってもらいましょう。はいはい、はい、やりましょう。そこであの僕がもう無造作にいっぱいボケていきますんで、はい、あのケイちゃんもう突っ込んでください。はい、突っ込みましょう。お願いします。はい、ではやっていきましょうか。オーディラスタイル頑張れ、来てますよ。ありがとうございます。あ、竹下さんもありがとうございます、はい、本当にもう素晴らしいわ。もうみんなコミュニティコイン、なんだ、コインがいっぱい来た。わ、すげえ。なんだこれ、拍手もいっぱい来た。すげえ。なんだよこれ、素晴らしい。涙が出てきた。カルタ、すごいですね。コインめっちゃ来てます、ね、コインめっちゃ来てるんですね。ありがとうございます。もう涙のおかげで、はい、じゃあ行きましょう。早速、はい、大平祭のツッコミ研究所、はい、はい、シチュエーションファーストフードです、どうぞ。はい、はい、じゃあ店員です僕、はい、お客さん、店員ですね、はい、あ、店員で来るってことですよね。そうですね、あ、じゃあ、はい、お願いします、お願いします。あ、じゃあ、あ、来てください、あ、お客さんが。あ、僕が来るんですか。はい、僕、どういうことですか。受け身なんでね。あ、じゃあウィン、はい、いらっしゃいませ、ようこそ千葉菜のサイクル館へ。いや、ファーストフードじゃないばい。すいません、私あのこのお店と千葉菜のサイクル館を二股してるので間違えてしまいました。いや、どういう間違い、そんな間違いしないでしょ普通。本日は店内でお召し上がりですか、それともキャッチ&リリースですか。なんだわキャッチ&リリースって、もらったのに返すってどういうこと。ではご注文は何になさいますか。ご注文、あ、じゃあハンバーガーもらっていいかな。ハンバーガー、すみません、うん、そちらの方は販売が中止となっております。ファーストフードなのにハンバーガー中止なの。私がお客様を見て勝手に販売中止とさせていただきました。いや、偏見すごいなお前な。顔見て中止になるの。お詫びと言ってはなんですが、うん、無料で飲み物を差し上げます。何にしますか。あ、マジで、じゃあコーラもらっていいですか。コーラ、かしこまりました、うん、サイズの方は、うん、スモール、ミニマム、ミリデシリットルのうちどれになさいますか。後半わからんな。なんかミニマム、ミリデシリットル。ミリデシリットルでございます。後半わからんや、俺ちょっと頭悪いからその辺考えれや。ではスモールになさいますか。スモール、じゃあスモールでいいよ、スモール。ちなみにスモールサイズの量はコンタクトレンズ1杯分です。いや、スモールすぎるだろや。コンタクトレンズ1杯分、はい、片目に入れて。スモールにも程があるだろお前。コーラを入れてやってください。グイッともできんよね。食事の方はいかがなさいますか。あ、だからじゃあチーズバーガーはあります。以上でよろしいでしょうか。あ、はいはい。それではチーズバーガー1個で100円になります、うんうん、平成23年の100円玉でお会計ください。なんで限定するの。100円玉限定するっておかしくない。はい、では100円ちょうどいただきます。ありがとうございます。それでは番号13番でお呼びいたしますので、はい、13番の番号だけ覚えておいてください。いや、13番覚えれば持ってきてくれるってことでしょ。さようでございます。じゃあ、札とか何もありません。あ、では覚えにくくはないですか。あ、まあまあ13番でしょ。はい、13番ですので分かりやすく13日の金曜日で覚えておいてください。嫌だなそれな。13日の金曜日で覚えるやつっていないだろ。それでしたら縁起のいいアポロ30で覚えておいてください。全然縁起良くないだろアポロ30は。お前さようでございますか。アポロ30は最後無事に地球に帰還しますよ。ちゃんと帰りますよ。そういう問題じゃなくてよ、なんでアポロ30でも13番でいいよしよ。はい、かしこまりました。ではもう覚えられたんですね、うん、ではお呼び出しますのでしばらくお待ちくださいませ。あ、はい、はい、分かりました。はい、お待たせいたしました。番号666番のお客様。いや、俺じゃないばや。俺じゃないば。あんだけアポロ30とかめっちゃ振ったのに俺じゃないば。お客様、無視しないで早く取りに来てくださいよ。いや、俺だったわ、しかも。666番じゃないば。そうですよ、チーズバーガーをご注文の番号660番のお客様、あなたでしょう。いや、お前、アポロ30とかさっきまで言いたい放題だっただろ。もう、受け取ったらさっさと帰ってください。いや、雑すぎるだろや、お前。そうだ、今度、千葉菜のサイクル館にも遊びに来てくださいね。私がバイトしてますので。いや、誰が行くかや、もういいよ。ありがとうございました。なんだわこれ。ちょっと素晴らしい、素敵な、素晴らしいって素敵なシチュエーションでございましたね。はい、 ありがとうございます。はい、はい、ツッコミ研究所ということで、はい、まあ本当にツッコミの部分に関してはほぼ、はい、ほぼというか全部アドリブってことです。アドリブです、アドリブです。はい、もう本当にびっくりするぐらい何も書かれてなかった。はい、もう丸しか書いてない。丸しか書いてない。あと、あ、まあ、はい、なんか補足情報で言っておきたいんですけど、僕、はい、ツッコミよく変って言われるんで、あの変なところあったら全然気にしないでくださいね。じゃあそこら辺それも大平さんの味と思って、味と思っていただいて。でもまあ僕が今やってみて、はい、まあ二股のところ、はあ、どういうことだば。じゃなくて、うん、ここは二股じゃなくて、うん、掛け持ちだろうとか。わかりにくかった。なんで俺お前にダメ出し食らわないといけない。こういう研究するとこでしょ。そういうもんじゃない。いや、まあ、あ、ケイちゃんのツッコミ好きですって来てます。あ、来てます。じゃあ最終的にこれでも来てます、ね、このね、
黒紫さんのあのケイちゃんのツッコミ好きですということでケイちゃんのツッコミは丸なんだばお前全然関節してないよ。いや丸でございました。丸じゃないよ。そして俺さっきは冷や汗しか出てんやろ。なんでよ、なんかしなきゃ俺その冷や汗出るわ、喉乾くわで。その冷や汗俺感染してるわ。なんか知らないけどこのね肘の裏だけめっちゃ汗かくわけさ。冷や汗すごい。あ、まあでもこれからね、はい、まあどの形にしていきたいなと。まあ今回一発目ですので、ね、一発目です。はい、まあ今回はキイチが考えてきたんですけれども、はい、皆さんも何かこのシチュエーションで漫才してほしいとかあればぜひぜひ、はい、あのツイキャスなりメールなり、はい、送ってください。メッセージお待ちしております。はい、このコーナーもケイちゃんのこのツッコミの瞬発力を鍛えるやつですからね、はい、ぜひあのシチュエーション送ってきてくださいね。コメントでください、はい、そしたらあの、はい、次回そのシチュエーションで、はい、あのなんか作ってきますので、はい、はい、よろしくお願いします。翔平から肘の裏の場所って来てますけどね。肘の裏の場所めっちゃ汗かいてるわ。どういうシチュエーションなのそれ。ケイちゃんのツッコミすごすぎるって来てますよ。 ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。いやもうケイちゃんのツッコミ台風1号ですから。意味が分からん。ツッコまれた人はもう一応お前のボケはもう台風並みだからさ。俺からさ、いやいやいや台風どこだよ。はい、というわけでじゃ あいいっすね。牛乳飲めない牛乳屋って来てますね。牛乳飲めない牛乳屋、あいいっすね。キチさんのボケも最高って来てますよ。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、個人的に好きなのはアポロ13の部分なんですよね。13番覚えにくかったらじゃあアポロ13で覚えろよって。でもあれ結構ハッピーエンドなんですよ。ハッピーエンドというかちゃんと変えれてますからね。皆さん、わかりますよ。不吉なイメージばっかりありますけど、ちゃんと変えれてますんで、そこだけは要注意。まあ、牛乳が読めない。あ、でも本当にメッセージたくさんいただいてるんですよ。はい、で、後でまた紹介するんですけども、はい、メールも来てるので、はい、後で紹介しましょうか。そうですね。はい、じゃあメール読まさせていただきます。メール読みます今。あ、じゃあメール後で1回 CM 行きますか。そうですね、CM 行きましょう。1回 CM 行きましょうよ。はい、では、はい、CM に行きましょうかね。どうした、どうした。はい、では続きまして CM です。どうぞ。下クソ。ちょっと曲かなと感じがしちゃいました。すみません。よっしゃ、キチ、なんでもない笑ってきてます。あ、ありがとうございます。皆さんも聞いてくれてありがとうございます。お、アポロ13です。ございます。13でございます。私の発音がね。あと40秒。アポロ13。はい。牛乳飲めない。微笑ましゅてきてますね。ありがとうございます。牛乳飲めないっても限定されてますね。はい。あと20秒です。あ、でも本当にたくさんの方がメッセージ聞いていただいてる。ありがとうございます。本当にありがとうございます。愛してるぜ、愛してるぜベイビー。愛しちゃってるかい。金属アレルギーの金物屋さん、なんかもう特定されすぎですね。金属アレルギーの金物屋さんですね。愛しちゃってるかい。はい、やっほい。はい、どうも、はいはいはい、始まってますよ。始まりましたよ。始まってますよ。はい、ではここからはまずは、はい、あのメールが、はい、届いてますので、はい、届いてますので早速読みたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ペンネームの方がちょっとないんですけど、ちょっと読ませさせていただきます。はい、メンソーレそれそれって盛り上がるんですか、はてな。ケイペディアとテラスハウスはやらせなんですか、はてな。何と比べてるんですか。キーチさんはやらせですか、はてな。質問ばかりで申し訳ないですか、はてな。すごいな、質問攻めがすごい、ね、質問攻めすごいですね。まあ、メンソーレそれそれは盛り上がるんですかに関しては、はい、まあ盛り上がるんじゃないですかね。僕はあの薬でも笑ったらもう盛り上がってると思ってますんで。まあ、はい、あれですよね、やっぱ最初の頃、まあ結構舞台で僕ら出てきた時に、うん、まあ、はい、キーチがね一発目でやるんですけれども、まあちょっとずつは増えてきてますよね。あ、それそれってね、本当にちょっと一角ぐらい返してくれる方、一角、もう主にフロント部分です、ね。はい、もう一番前をね、はい、楽しみにしてる方々です、ね。はい、ファンの方々、コアなファンの方々、はい、ありがとうございます。盛り上がってるんですかって言われたらどうなんでしょう
っていうところなんですけど、うーん、どうでしょう。似てんよ。まあ今のはあの本田選手の真似したんですけど、余計似てないよ。うん、どうでしょうかね、わかんねえよや。まあテラスハウスとケイペディアはやらせなんですかって聞いてますけど、ケイペディアさん、テラスハウスは正味わからないですけど、はい、あのケイペディアは、はい、あの全然やらせないですよ。やらせなし、むしろほぼ、うん、ほぼアドリブです。ほぼアドリブ。もう、まあ、ほっていうかもう、もうお題すら、うん、あの、お題、ケイペディア見てない人は、はい、あの、FEC チャンネルというチャンネルで、はい、上げてるんですけども、ケイペディアといって、僕の企画なんですけども、やらさせていただいてるんですけども、ケイペディアに関しては、本当に、はい、あの、何でしょう。こう、お題を出すので、それに答えてくださいだけですね、うん、説明も。なので、お題すら、あの、聞かされてないので、本当にもうリアルタイムというかもう、ケイちゃんのもうリアルな表現ってことですよね。そうですね。そのまんまの。リアルなので、ぜひまだ見てない方、あの、FEC チャンネルを検索していただいて、はい、ケイペディアありますので、ぜひ。ケイペディアですよ。はい。はい。まあ、キイチさんはやらせですかっていうと、まあ、ただのバカですね。キイチさんはやらせというか、やらしいですかね。それ自分で言う、うん、僕はやらしいですよ。こう見えても。あ、ちょっとね。清純派な顔してますけどね。はい、ネーム、ラジオネーム。がなかったんですけれども、はい、まあ、はい、できれば次からラジオネーム等も、はい、よろしくお願いいたします。紹介いたしますので、ぜひぜひお待ちしております。はい、でもメッセージありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、はい、はい、リクエストメッセージですね。はい、あ、先ほどのじゃない、違うかな、お名前バンちゃん、お名前バンちゃんさん、はい、来てます。内容がハオって書いてますね。包むと書いて、包むと書いて、漢字で包むと書いて、これ中国語でハオって読みますね。ハオ、ハオかな、バイオ、どういうこと、ケイちゃんって、ハオケイちゃん、包むケイちゃん、メッセージありがとうございます。中国の方々でしょうか。ありがとうございます。ワールドワイドになりましたね。かな、いきなりワールドワイドになりました。ワールドワイド、急にワールドワイド。ポー、包むってもう包丁の方って感じで、いや、ありがたいっすね。すごいな、ありがとうございます。もうメールもいただいて、ありがとうございます。はい、あ、もう一通来てますね。もう一通来てます。はい、リクエストメッセージ、はい、FEC さん、あ、どうやすなよ、はい、ケイちゃんさん、貧乏キイチさん、はい、芸人サミット楽しみにしてますよって、あ、ありがとうございます。これどこがいただいたんですかね。はい、ま、一旦マザーコンピューターみたいなのに来てからのかもしれないですね。マザーコンピューター、マザーコンピューター、マザーコンピューター設置してないでしょ。あると思うんですよ。なのでアドレスが、なんでお前マザーコンピューターの整理しようとしてるもん。いや、マザーコンピューターに一回来られて、無理やりすぎるだろお前。だからメールアドレスは除去されるというか、誰のか分かんないです。一旦蓄えられたマザーコンピューターからの、こんなの来てたよっていうメッセージ内容が、ね、どんなつながり来てるわ。ケイちゃんさん、メッセージ来てくださってる、貧乏キッチさんって、はい、ありがとうございます。楽しみにしてますよ、まあ、ラジオネームとなんかネームがあれば ね、お名前いただければしやすいので、はい、ぜひ次回からネームもいただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。お待ちしております。はい、あ、というわけでツイキャス ね、もうすごい YouTube ですよ。 KP では YouTube にあります。 KTube、 YouTube です。 KTube、 KTube、 お前さっきからめっちゃかも、おいおい、何言ってんだよ、丸い丸い。、はい、これおいおいって読めるんですよね。バンちゃんさんってバンスさん、まあ可能性ありますよね。バンちゃんさんってバンスさんの可能性あるな。バンスさん可能性あるな。ポーっていうの、あの人よく包むって、いやなんか包まれてもそんな、違う、なんかバンスさんっぽいじゃん。まあ、ぽいぽいっちゃぽいね。ぽいぽいぽい。ぽいぽいぽい。KTube じゃないですよ。YouTube で KPedia を検索していただきました。はい、まあ、チャンネル FEC 登録していただきましたら、はい、はい、いろいろな KPedia 以外も、いろんな動画載せてますので。はい、はい、KPedia はないのかなっていただいてますけど、ないっすね。僕自体がキーチなんで、もう、KPedia なんで。っていうか、時間が結構長い。キーチさんはやらしいんですか？やらしくないっすよ。はい、キッさん、あ、じゃあ行きましょうか。コーナーしないと結構、はい、KTube はやめろ、笑ってきてます、ね。さっきからキッさんの似てないものが炸裂してるって。キッチーの全然似てないものまねだっちゅうの。誰だよお前。わかんない。全然似てないものまねなんて。わからないってないだろお前。わかんない。せめて真似した人を誰か言えや。最後はダッチューので締めたので、やっぱパイレーツさんかな。パイレーツさんの3人目。似てないの。3人目のパイレーツ。2人しかいないわお前。3人目が。お前最低すぎるだろ。そして俺ちょっと押したらめっちゃ椅子が下がったわ。びっくりしたよ。放送事故じゃないですかそれ。いや、ちょっとなんか、あれ、ここエレベーターがなんかなってきたなと思ったわお前。あなたのおケツ大丈夫ですか。ちょっとびっくりした。
ああ、でももう一個一発ギャグあるんだよな、はい、でも今度にしようか今度にしときか今度にしときましょう、はい、というわけで、では、じゃあ行きましょう、時間もないので、はいはい、コーナー行きましょうよ、はい行きましょう、はい、大平青年会恋愛相談係、はい、来ましたよ、はい、このコーナーが今日最後になりますね、はい、そうですね、はい、この最後のコーナーとなっております、はい、はい、まあこちらはですね、はい、まあ大平スタイルが、うん、まあ恋愛相談に乗るという、乗ります、はい、はい、ただし僕ら30代なので、ね、うん、30代です、まあ大人のね、大人の恋愛相談を、ね、はい、いいえしようかなと、やっていきましょう、まあ主に答えるのがキーチなので、はい、あの先に解きます、リスナーの皆さん、はい、あのキーチですので、いろいろご了承ください、いやもうテストに出るぞ本当に刻め、本当にキーチですよ、相談する相手はキーチですから、墨で掘れキーチの一言一言を、やだわ、墨で掘りなさい、やだわ、そうです、ごめんなさい、掘らないでくださいはい、はい、というわけで、あのこの大平青年会という架空の青年会、はい、しかもメールアドレスがちょっとわからないという方がいるので、あ本当ですか、もう一度紹介していただいて、読ませていただきます、はい、メールアドレスがですねメールアドレスが数字でめっちゃまくな、いや数字で797797 @はい、fmginowan.com fmginowan.com ですね、アルファベットで fmginowan.com、 いやもう優しくベルベットタッチでね、797@fmginowan.com ですね、はい、もうあの眠りにつく前のお姫様に対しておやすみっていうぐらいのこの優しさのタッチで囁いてますあの全然理解できないんで、眠りにつく前のお姫様で分かるでしょうが、はい、はい、まあぜひぜひあの恋愛相談に乗りますので、はい、はい、あの次回からでもいいですので、あぜひぜひたくさんのメッセージをお待ちしております、はい、お願いします、はい、んキーチさんのおでこに書いといてください、はい、件名はってきてますのであの大平青年会恋愛相談係まで、はい、そうですね、はい、いただければと思います、はい、まあ、あの大平スタイルのチューズデースタイルでも、はい、あのいいで分かると思いますので、はいはいはい、まあ、結構いろいろ募集してますけど、はいはい、募集します、はいはい、よろしくお願いします、で、まあ、なかった場合は、まあ、よくある恋愛相談内容を用意して、まあ、キーチが相談の答えを出します、出しましょう、けど、はい、まあ、今日は一発目なので、はい、はい、あ僕用意してきましたよ、あしてきたんですか、はい、あの大丈夫です、まあ、うちの後輩芸人が、はいはいはい、それ悩んでるみたいなんですけど、あ後輩芸人が悩んでる、はいはいはい、気になる女性と、はい、LINE でやり取りをしているらしいのですが、はいはいはい、既読スルーされるらしいんですよ、でどうしたらいいんですかと、はいはいはい、気になる女性と LINE でやり取りをしてるんですが、はい、既読スルーされちゃうらしい、ああ既読するね、既読する、え既読するで既読もされないってこと、既読はしてる、そうそうそう、既読されないされない、こっちが送っても、ね、既読されずに、うん、既読がもうスルーパスみたいに通っちゃう、もうああ向こうに行っちゃうね、ああ今日はキッチンに眠れそうにないわって、ありがとうございます、起き上がれ聞いてくださってんだろう、ありがとうございます、起き上がれじゃないもん、ありがとうございます青年会までですね、はい、はい、そうですよ、はい、はい、というわけで僕それに答えましょう、はい、あの LINE まず送るじゃないですか、メッセージ、はい、既読されないっていうことは、はい、まあ多分忙しいと思うんですよてかむしろここでビビるなっていう話なんですよね、女性側からしたら試してます、やっぱ女性は、はい、オスを選びますから、やっぱより強いオスを、自然界の法則ですよそれは、やっぱより強いオスを望むものですから、なんかお前こっち来る前に変な小説読んできたもん、読んでない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 、あのちょっと YouTube で変なの見てた、はい、それはあんまりハマらなかった、ね、あんまりハマらそうですね、はい、全然ハマらなかった、ハマらなかったです、はいはい、だから未読スルー既読スルーどっちって来てますよ、あだから既読スルーでしょ、既読スルーですね、はい、だから既読されるのをスルーしちゃ うだから俺が言ってるのは、あ既読がついてるのにスルーされてるのか、それとも既読すらついてないのかってところ、はい、既読ついてます、あ既読はついてるんです、相手は一度見てはいるってことです、見てはいます、見てはいるけど返信がないってことですね、はい、ないってことですね、すいません、はい、失礼いたしました、はい、私初めてなもので何分、はい、あ沖縄大好きアットファリンチュさん、ファリンチュさん、はい、fmginowan.com さんかな、はい、あとあえファリンチュ、ファリンチュ、ファリンチュ、フェアリンチュ、フェアリンチュだ、ごめん、フェアリンチュ、妖精ですな、あーにあーにめっちゃ俺集中したいや別に別にそんな誰も責めてない、誰も責めてないよ、気にやむな、気にやむないやいや、せっかく送ってくれたのに名前はね、そうです、間違えない方がいいです、フェアリンチュさん、すみませんね、フェアリンチュさん、キーチスルーっていうのも来てますよ、キーチスルーしちゃう、キーチスルーはいつもスルーですよ、起き上がれそうです、なんかそれ起きてください、起き上がれキーチスルーしないで読んでないけど見てたんかい、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます、じゃあ既読スルーってことですよね、既読スルー、既読スル
もう読まれてるんですけど、はいはいはい、スルーされちゃってるってことね、はい、ここは女の人も試してるわけですよ試してる試してる私は既読してるのにスルーしてるんだよ。あ、返したいんですけど女の人 も逆に返したいんですよ。うずうずしてるんですよ、うん、むしろ、はいはい、だけど待ってるんです。もう一回来い、もう一発来いよっていう待ってるんですよ。いやほらだって普通のなんか男の人の心理からすると、はいはいはい、あんまり送りすぎてもしつこいんじゃないかみたいな感じで来るでしょ。逆にね逆にねなんだまその指がイラつくわちょっとラジオだけ聞いてる方はね分からないと思うんですけど、なんかどんだけぐらい指振ってるんですよ。逆にそれで押してこいって、はい、押してくるぐらいの押すを求めてるということです。あ、押せ押せがかかってこいよって、かかってこいよって、うん、ちなみにキイチは結構押せ押せなんですか。いや、悩むタイプですね。なんだばお前既読スルーされた。お前なんだばお前でもだからそこで対処するためには、うん、まずこっちの男の人側もね、うん、全然気にしてないよっていう感じで、うん、LINE スタンプ送るんですよ。とりあえず LINE スタンプだけハローみたいな感じの LINE スタンプ、うさぎがピョーンとかなんかそういう感じ、うん、もしくはちょっと面白おかしい感じ、うん、なんかクマがなんかえへへってなんか笑ってるようなやつとかでもいいですよ。例えばなんか芸人さんのスタンプとか、あ、まあ、僕の FEC の LINE スタンプがあるんですけどど真ん中だけを送っていただいてもいいですさらっと告知しました、ね、告知します。 FEC LINE スタンプやってますやってますので、 FEC LINE スタンプやってますんで、あ、もう一回言いましょうねFEC LINE スタンプやってますんで、はい、ぜひ撮ってくださいねFEC の LINE スタンプ送ればすぐ返信返ってきますよって、多分まあ、保証はないですけど保証ない、保証ないです、はい、あメッセージ来てるみたいですよ。はい、ちょっと行きましょう、行きましょう。じゃあメッセージを読ませて。キチのね。あ、はい。ユアピッピさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。遅れたかな？てな、はい。遅れてますよ。はい。早速相談。ああ、はい、相談いただきました。相談。あ、ありがとうございます。同じ会社に気になる人がいて、この前連絡し先聞いてから LINE 送ってみました、うん。が、返事が遅いです。最後に返事来たのは金曜日です。ほうほう。5日ぐらい返事来ないこともあります。忙しいんですかね。LINE しない方がいいかなって思っています。いろいろネガティブになっちゃいますね。うん、職場の場所が違うので毎日会えるわけではないので、うん、どう思いますか。キイチさんなりの答えをお願いします。あ、ちょうど今内容一致してますね。そうですね、一応一致してるから、僕なりの答えなんでね、うん、保証はできないですよ。どうなるか、うん、どう転ぶか。でまず LINE スタンプ送りましょう、うん、メッセージではなくLINE スタンプ、なんともお前LINE スタンプ、ちょっと待ってお前、 LINE スタンプに全てを凝縮させようとするだろ。まず送ってみるわけさそしたら相手は、うん、おーみたいな、ちょっとこの人愉快だなみたいな、うん、例えばなんか普通の LINE スタンプでもなんか面白い LINE スタンプあるさ、動きがある LINE スタンプ、おはようみたいな感じで出てくるやつとかね、うん、そんなの出てくる LINE スタンプポーンと送るんですよ、うん、そしたらこれに LINE スタンプで返してくれたらもう閉めたもんですよ閉めたもんなんだ、閉めたもん、閉めたもんなんだ。だって文を考えるのがやっぱめんどくさいというか、うん、辛い時もあるんですよ。例えばバイク乗ってる時とか、もう返してあげたいけど、返してあげ、待って、返してあげ、ほぼお前寄りの意見なんだけど、大丈夫大丈夫です。ほぼお前のなんか恋愛になっちゃってるから大丈夫か大丈夫です。うん、中には、返事が来たら、それで納得する人もいるんですよ。うんうん、自分が先に、女性の方がメール送って、はい、男性が返事返すじゃないですか。はい、それで、あ、返事返ってきたっていうことで納得しちゃう人もいるので、うんうん、もう一回話題を作るという意味で、LINE スタンプをポンって軽く送るんですよ。一発とりあえず、うんうん、開いたら、もう毎日送っちゃいましょう。はい、なんなら。それのみはい、それのみっす。LINE スタンプ送れってこと、ただ。送れ。あんまりなんかこう、元気とかわけわからないこと送らずに、はい、気軽にもう一回LINE をやり取りしやすくなるように LINE スタンプだけポンと送るんですよ。そしたらまた相手が LINE スタンプ返してくれたら、うん、おーみたいな、見たねみたいな、まあ返しやすいっていう点はあるかもしれないね。確かに、うんうんうん、変になんか質問されるより、うんうん、パスタ食べるときはフォーク使いますかスプーン使いますかとか、なんか意味わからんこと来られるよりかは返しやすいでしょ、うん、今の例え全然うまくない。いやいや、パスタ食べるときにフォークとスプーン両方使いますか二度言わなくていいよや、それともフォークだけですかってその例えが間違ってるよって言ってるもん。いやいや、僕はスプーンとフォーク両方使うタイプ。しないよや。あ、どうぞメッセージ来てみたいです。ブロック入りそう。今のでいいのいやでもピさんいっぱいありがとうございます。はじめまして、こんばんは。既読されたとしても相手の仕事が忙しいことも考えてますね。はじめましてなんですね。はい、そうです。はじめまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕ヤマハのシグナスっていうバイクが欲しかったんですよ昔なんだもん。ありがとうございます。これなんだシグナス、はい、あ、メールいただいてます。ありがとうございます、はい、あ、ハイタイ滋賀県のヨーコです。お、ヨーコさん、ヨーコさん、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりっす、はい。途中から聞いてる&見てるよ、にっこりマーク。ありがとうございます。恋愛相談、うん、
キイチに相談したくないビックリマークその通り聞いたよもう早速一発目で核をつきましたね核をついたよ核心をついたよ今日始まったばっかりのこのコーナーで早速核をついてきましたでも僕も、はい、僕なりに結構失敗をしてるんですよ人間は失敗から学ぶってエジソンは言うでしょまあ人間、まあね、そうだよ 1% の努力と、あ、1% の努力と 99% 努力待てよ、1% の努力じゃダメだろダメだねもっと努力しよほぼひらめきでできちゃうあダメだよもう生まれながらに決まっちゃったみたいなそれお前だろそうですよもうひらめきだけで生きてますんでひらめきだけで生きてるけど天才じゃないよ俺盆栽だよちょっと伊佐坂先生がいつも大好きなやつそれ盆栽やがないやうるせえわ草切る盆栽やがなこれ松の木みたいなね盆栽やがな伊佐坂先生関係ないだろ伊佐坂先生関係ないだろ盆栽大好きだから本当あの人自身も盆栽だからねもう逆に送りすぎるとかえって女性は引くと思います、はい、あでもそうですねシグナスさん言ってますけども、うん、確かに、うん、だからね、うん、やっぱ送りすぎも良くないっていうところですよ送りすぎも良くないか、うんいやでもタイミングとしては僕の今までの経験上、うん、時間帯もあるんですよお時間帯夕方の6時から10時ぐらいはみんな忙しいので、うん、返事なかなか返ってこないですこれも当たり前と思った方がいいで逆に10時以降11時前後とかかな、うん、ちょうど大体みんな寝る時間前なので、うん、パッて携帯見てあ返事返そうっていう人は返してくれるんですよでこれで返ってこなかったら多分疲れて寝てるんだろうなと思って、うん、朝になって、うんハローって LINE スタンプ送るんですよ。おはようみたいな。なんだもん窓から鳥が出てくるみたいな。いやもう本当に、黒村咲さんから来てるんですけど、これ番組終われるのって来てますよ。はい、終わりますよ。終わりますよ。終わりますよ。はい。経験上ってプレイボーイだなって来てます。いや、全然、プレイボーイじゃないですよ。アウトばっかりなんで。空振ってばっかりです。空振り三振でゲームセットですよ、私は。プレイボールということで。というわけで、以上、大平青年会の相談係でした。待て終わらせようよ。ちょっと待って、お前。お前、終わらすの急すぎるだろ、お前。急じゃないでしょ、全然。全然急じゃない。待って、本当にさ、本当にお願い。これから、はい、このラジオをやっていくにあたって一つお願いがあるんだけど、はい、お前が進めないで。進めてないよ。進めてない。は、何のこと？あなたが勝手に終わらせないで。どうした違う、何も言ってない。いや、どうしたじゃないの。俺、ここに書いてるの読んでるだけだよ。パソコンに書いてるの。そんな趣旨。コメントできてた。そんな趣旨。早く終わらせろや、って来てるさ。無理やり終わらせましたね、笑って。ありがとうございます。あ、でもね、これから、こんな感じなんですけども、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは以上、大平青年会恋愛相談係でした。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりな。はい、それではですね、はい、もう残り時間が、はい、わずかですかね。わずかとなってますので、はい、はい、告知していきましょうか。そしてメッセージ、本当にたくさん来てくださってるのでね、ありがとうございます。はい、じゃ告知いきましょうか。はい。はい。FEC お笑い劇場の方がですね、はい7月16日土曜日ありますので、はい、ぜひ見に来てください、はい今回トーナメントということで、はい、もうトーナメントで行われますからね、はい、1位が決まりますよ、また今年も1位が決まります、はいでこちら割引の方はですね、はい特別割引があって1番になった賞状やメダル等を持ってきたら200円キャッシュバックになりますのでぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではもうお時間来てしまいました。くしくも、はい、大平スタイルのツーズデイスタイル。ツーズデイスタイル。ツーズデイスタイル言うてますよ、このトークの。ぜひ、また皆さん来週も聞いてください。はい、それではまた来週、さようなら。ああ。いややっぱ本当にすいませんね。やっぱ初回だからね。初回だからねっていうか。緊張したね。でも痩せたな自分。いいわ、この上の角度。